川端駅は、かつて奈良県五條市二見に所在していた日本国有鉄道の鉄道駅である。開設当初は二見駅という名前で、現在の和歌山線の高田五条間を建設した私鉄の南和鉄道の終点駅であり、紀の川のほとりに近い場所に設置された。その後やはり私鉄の紀和鉄道が和歌山まで和歌山線の西側の区間を建設し、南和鉄道から紀和鉄道が分岐する地点に新たに二見駅が設置され、当駅は川端駅に改称して二見で分岐する貨物線の終点駅となった。その後南和鉄道は関西鉄道に買収、さらにその関西鉄道が国有化され、二見東駅間は和歌山線の貨物支線となった。大和二見東駅間の廃線とともに当駅も廃止された。川端駅へ向かう貨物線の後川端駅は当初二見駅の名前で私鉄の南和鉄道によって開設された。南和鉄道は高田駅から五条駅まで、現在の JR 和歌山線となる路線の建設を行い、その際くずから五条間の開業と同時に、五条から先の二見までの路線を1896年10月25日に開業した。五条二見間は1マイル71チェーンで、この区間は貨物線であった。ただし、二見駅は旅客営業も行う。一般駅として開設されたとの記録もある。二見駅は、紀の川のほとりに近い場所に設置され、吉野郡の山間から切り出される木材の搬送を狙って設置されたものであった。しかし当初の予期に反して、利用は非常に少なかったとされる。その後、五条和歌山間を建設した私鉄の紀和鉄道では、この五条二見間の貨物線を一部利用して、工事を進めることになり、五条起点78チェーン、70リンク地点に、紀和鉄道起点を設置して、路線を分岐させた。これは、全線の工事を完成させるまでの暫定の供用として当局からの認可を得ており、いずれは五条から独自の路線を南和鉄道線に並行して建設する必要があるとされていた。これに基づき、紀和鉄道では、一度は、土地の測量に着手すべく、奈良県知事の許可を得たものの、もともと南和鉄道の二見駅に至る貨物線の利用は少ない状況であり、これに並行して、紀和鉄道線を敷設するのは費用の無駄で、社会にとっても利益にならないとの意見が、紀和鉄道社内から出てきた。このため、紀和鉄道の起点を五条から分岐点の位置に変更して、二見への貨物線の途中から分岐する形態を恒久的な形態とすべく南和鉄道と交渉を開始した。この交渉は難航したが、関西鉄道の社長が仲介を行って、ついに合意が成立し、1901年7月1日付で、紀和鉄道が南和鉄道に五条まで乗り入れることで契約が成立した。同年10月9日、逓信大臣の認可を得て、紀和鉄道の起点が正式に分岐点に移転された。1902年6月3日付で分岐点にあたる五条起点79チェーン地点に二見駅が開設され、同日従来の二見駅は川端駅に改称された。五条二見間は南和鉄道の路線のままで川端駅に発着する貨物列車も南和鉄道が運行していたが、旅客列車については紀和鉄道側が運行を行い、列車運行費用を南和鉄道が紀和鉄道に支払うことになっていた。また、二見駅は紀和鉄道側の管理とされていた。その後南和鉄道は関西鉄道へ売却する方向となり、まず1904年10月1日から関西鉄道が南和鉄道の営業委託を受けて管理することになり、同年12月9日に正式に譲渡となった。その関西鉄道が1907年10月1日に国有化されたことで、当駅も関節鉄道の駅となった。駅が開設された目的であった吉野材の輸送に関しては、従来紀の川をいかだに組んで流して、河口の和歌山から船で送られていた。しかし、吉野の産地と大阪の需要者が直接取引を行うために輸送路が求められるようになり、川端駅が設置されたことで、ここが水陸輸送の連絡点となった。貨車の配車がすぐに行われるとは限らなかったため、1905年1月には貯木場が建設されて、以降急激に出荷量が増加していくことになった。後に吉野鉄道が開通すると、そちらを経由した直接輸送も行われるようになった。この頃、五条はもともと、紀の川流域の集散地として栄えたこともあり、五条の南側にある吉野郡各村からの物資集散をさらに増やせないかという考えが有力者の中で生じていた。そのためには、川端駅からさらに南側へ鉄道を延長して、大東村坂本あたりまで伸ばせれば良いのであるが、瞬間な地形のために実際にはこれはほとんど実現不可能であった。そこで架空索道を建設して貨物輸送のみでも結びつけられないかという構想が生じることになった。1907年にこの計画を奈良県に出願したが、当時日本では索道利用の前例がほとんどなく、県にも知識がなかったため許可は遅れ、1910年にようやく許可が得られた。これにより、大和索道が設立され、1911年に着工され、第1期の二見川端付期間 8.8km が1912年5月26日に開通した。さらに1917年6月27日には、付期坂本 7.2km が開通して、全線 16km で運転が開始され、従来数日はかかっていた貨物輸送をわずか2時間40分に短縮し、費用は3分の1から5分の1になり、沿線の住民にも大きな利益をもたらした。ところが1922年に途中の峠にトンネルが開通し自動車の通れる道路が改修されたことから、大東村までトラックやバスの運行が開始されて、大和索道は大きな影響を受けることになった。第二次世界大戦中1944年に野迫川村における鉱山開発のために坂本紫園間 3.76km が延長され、ほぼ鉱山輸送用の索道となった。川端駅では索道によりバケットに積まれて搬出されてきた銅鉱石をひっくり返してベルトコンベアを経由して無害車に積み込む作業が行われていた。この索道に近い経路で五条駅から南へ線路を伸ばし、はるばる新宮を目指す計画で、国鉄の御神線の建設が行われていたが、路盤まで完成した状態で建設中止となり、結局実現しなかった。また索道についても、1957年に道路の新しいトンネルが開通して、本格的に自動車の通行が可能となったこともあり、1960年頃に、廃止となった。駅自体についても、川端駅は砂利、鉱石、木材の引き込み線の集合体のような構造で、それぞれ積み込み線が用意されていた。中央には列車の分解、組成を行うヤードとなる部分が存在していた。また木材積み込み線と鉱石積み込み線は、構内で45度ほどの平面交差となっていた。大和二見駅から、川端駅までの支線は川端線と称されていた。国道24号と交差する踏切は遮断機も警報機も設置されておらず、トラックと貨物列車の衝突事故が発生したこともあったとされる。1958年度の年間発送トン数は 44,892 トンで、パルプ材、一般木材、鉱石などが主であった。同年の年間到着トン数は 19,756 トンで、セメント、機械などが主であった。この時代の本でも、鉱石、砂利、木材が主な需要であるとされている。砂利は近くの河原で採取されて、トラックで搬入され、築堤の上から貨車に流し込んで積み込む作業が行われていた。廃止直前は、貨物列車の運転は1日に往復であった。ありがとうございます。